世界では毎日10万便を超える飛行機が運航され、さまざまな種類の1万1000機以上の航空機が常に上空を飛行しています。これらの航空機が離発着するのが世界のありとあらゆる場所に設置された無数の空港です。その数は4万3000箇所以上。このシリーズでは世界中のさまざまな危険な空港を最新のフライトシミュレーターを使い、コックピットの視点から専門的な解説を交えて紹介します。今回紹介するのは開拓国際空港です。1998年に閉鎖されるまで73年間香港の主要空港として使われました。この空港が危険と言われるゆえんは着陸の難しさにあります。通常飛行機が空港に着陸するとき、滑走路のおよそ10海里手前からまっすぐに進入します。しかし開拓国際空港では滑走路のすぐ手前に山があるため、飛行機は山を避けるようにして飛行し、滑走路の直前で急旋回をして着陸するのです。旋回をすること自体はパイロットにとってさほど難しい技術ではありません。しかし旋回を終えた後、非常に短い距離の間に機体の姿勢を立て直し、着陸体勢を取るのが非常に難しいと言われています。実際に操作が遅れ、滑走路をオーバーランしたり、機体を安定させるのに間に合わずエンジンが滑走路に接触するなどの事故が相次いで発生しました。パイロットが着陸の際に使用する地図、インストゥルメントアプローチプロシージャーチャート、またはアプローチプレートと呼ばれるものを参考にフライトシミュレーターで再現してみましょう。開拓国際空港に着陸する方法はいくつかありますが、ここでは最も有名な IGS ランウェイ13を例に挙げます。IGS とはインストゥルメントガイダンスシステムの略で、滑走路に対して48度オフセットされたアンテナから発射される電波を使って飛行機を誘導するシステムのことです。名称は異なりますが、仕組みは ILS と同じです。ランウェイ13は方位136を向いた滑走路13へのアプローチであることを意味しています。4500フィートで IGS の電波を捉えた飛行機は誘導に従ってアプローチを継続します。この空港に慣れている一部のパイロットは、滑走路に近づくにつれて機首を少し北へ向け、旋回をより緩やかにしています。これはよく知られたテクニックの一つです。滑走路に近づくと飛行機はミドルマーカーの信号を受信します。これは正確ではありませんが、着陸するかゴーアラウンドをするかを判断する決進行の目安となる無線ビーコンです。このビーコンの上を飛行するとコックピットの計器に MM と表示され、同時にモールス信号の音が鳴ります。ミドルマーカーを過ぎたあたりが旋回を開始するポイントです。ミドルマーカーの少し先にはフラッシュライトが並んでおり、このライトに沿って旋回すれば滑走路にたどり着くことができます。フラッシュライトの北側には小高い丘があり、オレンジとホワイトカラーのチェッカーボードがマーキングされています。滑走路を正面に捉えたらすぐに機体のバンクを水平に戻し、エイムポイントの少し手前を目指して降下をします。ここでミスをすると接地点が先に伸び、オーバーランの危険性が高くなってしまうのです。開拓への着陸は香港アプローチと呼ばれ、空港が閉鎖した後も世界中の航空ファンの間で伝説として語り継がれています。開拓国際空港は1998年に新空港へと置き換えられました。空港の跡地では高層マンションの建設が進められています。海に突き出た特徴的な滑走路は大型客船向けのハト場として再利用されています。開拓は空の玄関口から海の玄関口へと変化を遂げ、今日も多くの旅行客が利用しています。